てかさ、これプライチってやばくない？6じゃろ。あ、でも、あ、いやいや、タンピーの俺に今マナの小須田さん見えるけど、ガチ君みたいなファッションリーダーがするじゃん。おい、おい、わからんか、これが、このパリコレがダサくないん。ついてきてないか、このレディーガガ風なやつね。最先端ですから、これ見て皆さんこの毛の毛のこの踊りをやばいじゃろ、これこの踊りをポケモンのドードもびっくりのこの感じ。フラミンゴか、ファッサファサよこれ、やばくない？このマノンのコス、あと髪型ね、髪型ドキンパツ。他の色ないんこれ、他の色見てみるか。いや、ちょっとショッキングピンクすぎるな。林家パーコみたいになっとる、これこれ結構使っとる人多いよな。あ、でもこれいいな。ハルくんこれかいね。ボー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 、足細っ、足マジ細いね。ゼニガタ警部みたいな足しとるやんこれ。梅ちゃん発売前からマノン見た目ででも使わないなって言った。マジか。いやでもね、面白いよ結構。これ一応見分けつくな、さすがに。うん、いけるな。あっ、舐めとる人。これね、 DJ のね、このねフェイントってまだ多分慣れてないけだと思うけど、一応ね判断基準はいろいろありそう。まず声、声で判断。キャモーンって聞こえたらお産だけ、お産だけ。あとはちょっとむずいかな、これは。なんか後ろにピカンって光ったらおさんとかできるのかな、これ。やってみるわ。あ、てかシンプルに弾見てさ、パリじゃダメなのこれ。あ、近いと無理やな。声だったらこの距離でもパリ取れるかも、ワンチャン。見てやるとちょっとパリ取るのがしんどくなるけど、めっちゃ近づいてきたなこいつ。ちょっときついよここは。ゼロ距離はさすがに近い、近い、近い。ああ、いけるな。声な気がする。え、まずい。声で判断。飛ぶのはちょっときついけど、うん、飛ぶのはきつい。ただ声だけ聞いて飛ぶだと、あ、いや、もうきついな。声だけ聞いて、めっちゃできるな。あ、声だけ聞いたらいけるな。うん、はいはいはい。
けどね。手光ったら前歩き、手光ったら前歩き。あのピカーンがね、結局弾がのモーションの光ってるやつに見えてしまうけ、ちょっと怪しいかも。だったら声で言った方がいいかも。うん、声でいける。早いな、中玉。地味に。あ、くっそ。いやでもこれ多分慣れたらいけると思うな。目を閉じてもいけるか、じゃあやってみようか。できとったのに、うまできとったのに。くそー。でも多分声じゃね、声で判断できる、できそう。他の対策あれば情報を求む。オーディオ混ぜる、これか。じゃあこれでいくわ。目つぶっていきます。あ、一応これ俺が左のあのコマンドでキーリスでパリ押しとったら成功ね。練習、今はあのやれてないだけ。練習すればいい。練習しよう。こういうのも練習ですから。ああ、なんか一瞬でも OD ってフェイントっぽくなるんやな。一応音とモーション、音と声とモーション、声とモーション見とけばいける。頑張りましょう。頑張ろう。でも今、出てしまったけど、あ、まあでも精度的には悪くないよ。